チェンナイシティ FC はインドのタミル・ナード州、コーヤンブットールを本拠地とするサッカークラブ。全インドサッカー連盟からライセンスを受けてアイリーグの一員としてリーグ戦に参加している。このクラブは1946年に5人のメンバーによって設立されたネタジスポーツクラブが起源である。このクラブはその歴史の大部分の間、地元の州内や 市内の様々なトーナメントに参加してきたが、全国規模のリーグに参入したのは2016年になってからであった。2016年12月11日、チームはいきなりアイリーグの2016-17シーズンからの参入が認められ、2018-19シーズンにはアイリーグの制覇を果たした。かつての本拠地がチェーン内にあったため、その名が冠されているが、 現在の本拠地はコーヤンブットゥールである。このクラブは1946年にネタジスポーツクラブとして友人であった5人のメンバーによって設立された。2016年12月11日、チームはいきなりアイリーグの2016-17シーズンからの参入が認められ、前身のナショナルフットボールリーグに参加していたインディアンバンクのチーム以来となる2例目の トップリーグに参戦するタミル・ナード州のチームとなった。2019年2月6日、チェンナイシティ FC は FC バーゼルとパートナーシップ協定を結び、FC バーゼルはチェンナイシティ FC の株式の26%を取得するとともに、若い才能の開発のためにサッカー学校を開設などを目指す運びとなった。FC バーゼルはトップチームも含め、 選手の交換プログラムも行って、チェーンナイシティ FC の技術的向上を支援することになった。2019年3月9日、チェーンナイシティ FC は、前シーズンの優勝チームであるミネルバ・パンジャブ FC を3対1で下し、2018-19シーズンのアイリーグを制覇した。これは、事前の予想を覆し、大きな成功を収めたシーズンの結末であった。 ウルグアイ出身のスペイン人であるフォワード・ペドロ・マンジーはこの試合で2得点を挙げシーズン通算21得点としてリーグの得点王を分け合った。この優勝はチェンナイシテ FC にとって初めてのアイリーグのタイトルでありこれによって AFC チャンピオンズリーグへの道が開かれた。2019年3月から4月にかけて開催されたヒーロースーパーカップでは優勝した FC コアに準決勝で敗れた。しかし、準々決勝で当たった、インディアンスーパーリーグの優勝チームベンガルール、FC には2対1で勝利を収めた。コーヤンブットゥールのジャワハルラール・ネルー・スタジアム、2018年2月18日、撮影。チェンナイシティ FC は、ホームゲームをコーヤンブットゥールのジャワハルラール・ネルー・スタジアムで戦っている。 1971年に建設されたこのスタジアムは現在ではもっぱらサッカーの試合のために使用されており収容人員は3万人である。2017-18シーズンまではホームゲームはチェン内にある同名のスタジアムジャワハルラールネルスタジアムで行われていた。ありがとうございます。